どうも、トゾルです。アップデ情報をまとめた動画で長い要点をまとめようって言われたんで1分間にまとめます。詳しい情報はもう1個の動画で見てください。バランス調整が来週やってきます。ロイヤルゴーストが弱体化、コウモリが弱体化、ハンターが強化、これは確定です。ゴブリンの小屋に関しては多分弱体化がきます。アップデートが3月にやってきます。でそのアップデートで新カードのスニークアーチャーとマジックバレルというカードが来る可能性が高いです。他にもクランで取り込めるクラン対戦っぽい何かが実装されるかもしれませんが、これに関しては確定していません。そしてクラロワの開発チームには日々いろんなね、アイデアがユーザーから届くんですが、その中でも、開発チームが今後興味あるなっていうのはヒーロー、クラン対戦、スタンプの追加、クラロワ TV の改良、チャレンジチケットシステム、あと永続的なスタンプミュート機能など、いろいろな、ね、機能を今後実装することを考えています。このドズルチャンネルではアップデート情報などを最新でお届けするため、ぜひともチャンネル登録をね忘れずによろしくお願いいたします。